古舘伊知郎岸田文雄首相会見のドリームチーム発言に疑問、何が自民党でドリームチーム。フリーアナウンサー古舘伊知郎69が14日 TBS 系ゴゴスマーゴーゴースマイル、月曜から金曜午1:55にコメンテーターとして生出演し、来月の自民党総裁選への不出馬を表明した岸田文雄首相67の会見での発言についてコメントした。世界平和統一家庭連合旧統一教会問題や派閥の政治資金問題などで内閣支持率は低空飛行を続けてきた岸田内閣。首相は14日の会見で、自民党が変わることを示す最もわかりやすい最初の一歩は、私が身を引くこと、と述べた。番組ではポスト岸田の次期総裁候補についてトークした。CBC 石塚元明特別解説委員は、麻生太郎副総裁や菅義偉前首相らの水面下での動きに加え、近年の宏池会と清和会在籍者の首相争いに言及した。すると古舘はその読みが確かにあると理解しつつも、あるからこそ表向き有権者国民に向けて派閥解消したって言ってるのは何なのってところに戻ると疑問を口にした。自民党は裏金事件の温床になった党内派閥について、麻生派を除くすべての派閥を解消した。しかし、古舘は、結局従来の派閥的な動きは変わっていないのではと推測。麻生派以外は一応ないみたいなことを言って、事務所を畳んだ畳まないはあるけど、それで生まれ変わると言われてもな、と首をひねった。岸田首相は会見で、選ばれた総裁は、今度こそオール自民党でドリームチームを作って。この信頼回復に向けてしっかりと取り組んでもらいたいと思いますと述べ、次期総裁候補の背中を押した。古舘は、ドリームチームとか会見で言われてもなってところはないですか？何が自民党でドリームチームができるんですかと思ったりしますよねと呆れていた。古舘伊知郎、古舘伊知郎、1954年、昭和29年12月7日、1からは、日本のフリーアナウンサー、司会者、YouTuber、立教大学客員教授、元テレビ朝日アナウンサー。フリー転身後はニュースキャスターも務めた。古舘、プロジェクト所属。浜野繊維工業で管理職をしていた、後に社長となった古舘淳太郎と安成子、旧姓堀口の間に誕生。と母は、それぞれの父親、すなわち一郎の両祖父が中国大陸、青島に移住し商売をしていた時以来の縁があり、安成子が日本で女学校に進学した折に家庭教師として淳太郎が選ばれたこともなどでも縁が深まり、二人は結婚することになったという。12